平与日氏とは、韓国の政治家。ムンジェイン政権下で、国務総理、また、朴槿恵政権末期から、ムンジェイン政権初期にかけての2016年6月9日から2018年5月29日まで、国会議長を務めた。ロブゲン政権時代には、産業資源部長官や与党、開かれたウリ党の院内代表や議長、リア・キヒロ政権時代には、野党第一党。 民主党の代表も務めた、全羅北道鎮安軍道合面出身。1950年9月26日、全羅北道鎮安軍道合面に生まれる。韓国における財閥の一つである、総流グループの常務理事から、金大中が総統した、新政治国民会議に入党。1996年4月の第15代国会議員選挙で初当選して、 正解入りした。ロブ原政権では、経済通を生かして、経済担当ブレーンとして、活躍、産業資源省を務めた。また、ロ大統領の与党、開かれたウリ党では、院内代表や議長といった要職を歴任し、大統領と他元を分かって野党に転じた新千年民主党から、改変した民主党も含めた、 旧与党勢力の統合をめぐって揺れ続けた党を支えた。2008年7月、売り党の後ろ身である大統合民主新党と民主党が統合して発足した統合民主党が透明を解消した民主党の初代代表に就任した。その後、民主党の代表として、リア弘ヒロ政権及びンナラ党と対峙し続け、再補選や2010年6月の全国同時地方選挙で、 人頭指揮に当たった。全国同時地方選挙の結果、与党、半奈良党に勝利したことで、2012年の次期大統領選挙における民主党の大統領候補の一人として名乗りを上げるものと目された。しかし、7月の国会議員再補選で敗北した責任を取って党代表を辞任した。そして10月に行われた党代表と指導部を選出する選挙に出馬したが、 8名の候補者中3位に止まり、代表再選は果たせず、新たに党最高委員に就任した。2011年12月に発足した民主党合盗では、常任顧問に就任した。2012年4月に行われた第19代総選挙では、地元選挙区を離れて、ソウル特別市小6選挙区より出馬、セヌリ党の公務員沢候補もい候補大佐で下して5選を果たした。 なお、小6では、過去7回の選挙で保守系政党の候補が当選しており、民主系政党の候補者が当選を果たしたのは1985年の第12代総選挙以来27年ぶりである。6月26日、年末に予定されている韓国大統領選挙への出馬を表明。しかし、民主党の大統領候補を決める予備選では、 党主流派の支援を受けたムンジェインに大差で敗れる結果となった。2016年4月に行われた第20代総選挙でも、ソウル特別市小6選挙区から出馬し、前ソウル市長のセヌリ党五輸君候補を大差で下して、6選を果たした。同年6月9日に国会議長に就任した。2019年7月下旬、国会代表団の一員として訪米。 マークナッパー国務副次官補代行などと会談し、同月に日本が表明したキャッチオール規制の運用見直しを撤回させるよう働きかけを行った。8月3日、日本が韓国をホワイト国から除外する閣議、決定した後は、党内に設置された日々点検対策班の座長に就任した。2019年12月上旬にリラクフチ国務総理が、 年内に退任する意向を表明した際には、後継の国務総理に名前が挙がり、12月17日に文在寅大統領より正式指名された。2020年1月13日、大韓民国国会は定を直帰国務総理とする任命同意案を賛成多数で承認した。1月14日、国務総理に着任。2021年4月16日、 次期大統領選挙への出馬の準備のために首相を辞任。辞表は即日受理され、同日中に退任した。同年6月17日に大統領選挙への出馬を正式に表明した。青年月日、1950年9月26日中、日本経済新聞が主催して、毎年開催している国際交流会議、アジアの未来のサイトに掲載されている、定 人氏の略歴をもとに、連合ニュースや朝鮮日報など、マスメディアの記事も参考にして作成した、韓国公式ホームページ。ありがとうございます。